え、ベルベット、エレノア知らない？あんたと遊んでたんじゃないの？うん、でもいつの間にかいなくなっちゃったの。なんか悲しそうな顔してたから心配。お願い探して。なんで私が。わかったわ。もうすぐに泣くんじゃないの。こんなところにいたのね。モアナが心配してたわよ。わざわざ探しに来てくれたんですか。泣く子には勝てなくてね。そうですね。クーマだけど、モアナは小さな女の子です。あなたたちと旅をして初めて知ったことです。恐ろしいゴーマもクーマも、道具だと思っていた精霊も、人と同じ思いを抱えて生きている。私は何も知らなかった。教えられたことをただ信じていただけで、ゴーマ病の真実も精霊が何をしているかも何一つ。知らない方が幸せってこともあるわ。それは大魔神にとって卑怯な道です。何も知らず、だから責任も取れない。私はそんな生き方は。もう少しここで頭を冷やします。モアナには大丈夫だと伝えてください。ほどほどにね。海風は冷えるわよ。ありがとう。違う、あんたが倒れでもしたらモアナやライフセットが心配するからよ。お話があります。今まで隠していましたが、私はアルトリウス様の特命を受けたスパイでした。精霊ライフセットを保護し、精霊本部に回収せよ。味方の命を奪うことすら許された最重要の特命です。僕を回収。ごめんなさい。最初はあなたを油断させて連れ出すつもりでした。ですがもう精霊の命に従うつもりはありません。アルトリウスを裏切るってわけ？いいえ、アルトリウス様が目指す世界もその志も人の世をおもんばかってのことと信じます。でもその方法を信じられない自分がいるのです。ですから空魔の保護に協力します。私自身の答えを見つけるまで。エレノア、私は本当のことを知りたいんです。自分に恥じない生き方をするために。思いっきり感情論だな。それがお前の流儀か。ようこそ悪党の世界へ。一緒にしないでください。感情で納得できないのに行動することこそ断りに反するんです。ほんと面倒なやつ。面倒でもいないと困るでしょ。うん、エレノアは僕の器だからね。はいはい。
さて、俺たちは次のクーマを探そうぜと行きたいところだが、手がかりがないな。エレノアが星稜からクーマの情報を盗んでくるというのはどうじゃ。それは無駄だ。裏切り者に機密を漏らすほど星稜は間抜けじゃない。そうね、ライフセットを危険に巻き込むわけにもいかないし、というかエレノアにスパイなんて無理でしょ。否定はしませんが、昨日行った一番地下の特別官房行ってみよう。試してみたいことがあるんだ。わかったわ。